深夜おはよう。え、依頼来たの？あ、マジで？これね、はい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 。はじめまして、フェンシングとフィッシングって響きが似てますけど、ルーツ的なところが同じだったりするんですか？というか、フェンシングの件でフィッシングできるのでしょうか？え、何この依頼。なんか俺が思ってた依頼と違う。字面が似てるよ、フェンシングとフィッシングって。まあよくなんかその、フェンシングやってますって言うと、何フィッシングみたいな、なんか変な下りはあるけど、全然違うじゃん。フェンシングでフィッシングなんてできないでしょ。まあ依頼する？できないと思うけど。じゃあ依頼しよう。はい。あ、もしもし。はい、ちょっとまた依頼したいんだけどいい？え、フェンシングフィッシングの専門家？フェンシングフィッシングの専門家っていんの？な、マジで？うん。じゃあちょっとお願いしたいわ、それ。うん。いいかな？うん。頼むわ。うん。はい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 。はい。お、いたいたいた。え、もう来たの？ちょっと待って。よし、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 よし。よし、で、それでは見ていきまーす。はじめー！はい、どうも、こんにちは。フェンシングでフィッシングができるのかというお便りに対して、今日は検証していきたいと思います。フェンシングでフィッシング、できる？できないよなぁ。いや、できないんじゃない？さすがに。やってみますか。ということで、今日はフェンシングフィッシング第一人者の松田先生をお呼びしております。先生お願いします。どうもどうも松田先生です。いや本当にいるんだ。こんにちは。フェンシングフィッシングを始めたきっかけはきっかけ、まあ元々フェンシングをしてたんだけど、ああ、はいはい、前もそれやめて、そしたら棒だけ余るじゃん、はい、剣だけ。何ができるって考えたら釣りしかなかった。でもだとしたら普通の釣り竿じゃダメなんですか？の方がいいんじゃないですか？そうだよね、うん、それじゃ多分フィッシングじゃん。これはフェンシングフィッシング、うん、あの余ったフェンシングの点で そこが大事。そこが、うん、あの失礼しました。多分フィッシングは誰だってできるでしょ。なるほど。フェンシングフィッシングは僕しか考えられなかった。確かにそうですよね。本当に釣れるんですか？それ釣れる。本当に何よりもやっぱこの剣釣れ方が全然違う。あ、違うんすよ、ね、全然違う。その理由は何かあるんですか？やっぱしなり具合とかも関係してるんですか？ちょうどいい重さも、でもこの側の大きさも、あ、ここも関係するんですか？魚から見えてるの、反射して。あ、魚見てるんですか？見てる、しっかりと反射。見えちゃダメなんですか？見えて大丈夫なの？あ、見えていい。そう、見えた方がいい。見えた方がいい。これ寄ってくるから、この光に。そしたらでも、ペペとかあのサブの方がガードがでかいから、うん、光が。あれじゃでかすぎて、警戒して。警戒して。なるほど。これ絶妙な。絶妙なこの大きさ。これが大事なの。なるほど。今は何が釣りやすいんですか？今はなぁ、ザリかな。ザリ？ザリ。ザリっていうと。ザリだね。ザリ。ザリガニ？あ、そうそうそう、ザリガニ。フェンシング自身界ではザリガニのことをザリ。あ、ザリ、ガニは言わない。ザリガニ、ガニはザリ。あ、いろいろ業界用語あるんですね。業界ある。それでは、マスターさんと一緒に検証していきたいと思います。レッツフェンシングフィッシング。ダセーダセーな。はい、ということでフェンシングフィッシング検証していきたいと思いますが、まあ本当に釣れるんですかね。まあでも実際やってみないと分かんないと思うんで、家の中に池を作っちゃいました。イエーイ。すげえな、私作った。していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあせーので餌入れたいと思います。せーの。始まった。あ、引っかかって引っかかって。ちょ怒ってる。お、早くも。おお、すげえ。まだ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 。じっくり食べさせてあげるんだよ、これ。いるぞ、見てろよ。見てます。そういうこともある。そういうこともある。チラシ、チラシ、もう触れちゃう。触れちゃう。する必要なくないですか？
ん？あ、すいません。すぐ怒る。じゃないかこれ、うん、おまだ、あ、あげないですか、あげない、えっ、タイミング間違えた、うん、そう違う、そうじゃなくて焦ってるやん、これ逃がしっていう、あ、逃がし、逃がし、一回逃がし、一回逃がしっていう、どういうことあるんですか、その後、まあ、一期一会って言うからね、ないじゃん、感じる。ほら釣れましたね、釣れただろ、見せてください、いいよ、ほら釣れた、もうめっちゃ怒ってる、これがフェンシングフィッシングのザリーだよ、ザリー、ザリー、あーすごい挟まれない、お、痛いんじゃないの、痛い痛い、それ痛いだろ、あんま痛くないね、あんま痛くないの、はい、ということで検証結果ですが、はい、ザリーはフルーレ人ということでよろしいでしょうか、え、まあ、ユルコメンが少ないからね、おまか、どういうことなの、以上になります、いや、釣れるのかい、いや、釣れるのかい、ね、ちょっと最後のまとめ役わかんないけど、いや、ちょっとびっくりだわ、本当に、しかもでかいの釣ったもんね、フェンシングの剣でフィッシングはできる、いや次はちょっと海とかでさ、なんか大物狙ってほしいよねじゃあちょっと次の依頼待ちますか、はい、いかがでしたか、この動画のコメント欄やツイッター、インスタやってますので、そちらにご依頼お待ちしてます。また、この動画が良かったなと思った民の方は、サトキングッドボタン押してください。また、チャンネル登録を絶対忘れないでください。この国を良くするのは、あなたたち民の依頼次第。ではまた。